はい。ハンマケの本家のハンマヨ先生です。ですね、私のね、知っているあの村のね、役所、それでですね、責任者からちょっと、質問を受けまして、議会議員以上ですね、役所の、職員からね、ちょっと質問を受けたんですけども、口でね、市民に伝えるときにですね、はすぐ皆に情報はすぐ伝わるんですけれども、また接してね、よく伝えると、話を伝えるとよく伝わるんですけれども、ただね、問題があります。というのはね、全員に何でも、良くない人でもいい人でも全部に伝わるんだけど、話をね、言いますと。でね、いいことでも、ね、正しい行政の仕方でもね、ちゃんとするにはちょっと難しくなります。というのは、ちゃんとできる仕事ができる人じゃないと難しいというかね、行政の仕方があるんで、それに対してね、聞いてもできないし、書いてやるとマイナスになってしまうということがあるんですね。で、それでね、文章に書きます。で、そうしますと、文章を読める人は、文章をね、読める人は、少し知識と能力はあるんですね。で、それでね、ちゃんとした、ね、設計図を見て、正しい行政の仕方をするということは動ける場合が、の人が出てくるんですね。で、まあ、難しいことはいくらか書いても誰でもできませんけれども、多少のね、まあ、多少のね、図面というか、行政の仕方のね、正しいやり方、正しくなる方法をね、説明した場合はね、そういう読める人だけね、が読むんで、伝わるというんじゃなくて、できない人がやれなくなるんで、ね、行政を正しくするのに、やるとね、難しいんで、誰でもできないんですね。で、読める人はそれでやれるわけです。行政の仕方、正しくする方法ね、その設計図、図面、方法ね。ですから、その読めない人に伝わらないと、文章から。で、直接情報を、ね、入手して動くということはね、口で言うとみんなそれでやっちゃうんで、できない人までやるんで、その方ができない人の方が多いわけですね、行政を正しくする方法。だから、知識がある人、少しでもね、文章が読める人が読んで、直接読んでね、誰の手で教わって話を聞いたんじゃなくて、文章を読める人は読むとできるんで、そういう、それ以外は、文章を読めない人が読んでもできないんですね。だから、邪魔にならない。行政を正しくするのを、だから、できる人だけ聞くことができるというような、細工はできるんですね。で、あんまりしつこく文章を書いて出したりしてはダメですけども、まあ、一般的に大事だよというようなことを毎年、ね、表明して文章に書いとくって、口では言わないんです。言っちゃダメなんです。口で言ってると、できない人まで動いて行政が荒らしてしまって、逆にマイナスになるんですね。ね、経営なんかもそうだし、頭のいい人だけしか動かすことはできませんから、他の人はやる気があって頑張ってやってくれたら困るんですね。
だから話したら全部そうつながってやってしまう場合が多いんで、文章で書くというね、みんなに聞いてもらうわけじゃなくて、できる人だけに聞いてもらうために文章で書くわけですね。読めない人は聞かなくていいですということでね、いうことなんです。その選別ができるんですね、文章で。大事な、だから簡単は簡単ですね、口でね、代表者がね、言ってね、行政正しくするっていうことをね、ね、これはやんなければダメなんですけどね、それは疲れますけどね、人と接して通じにくい人ばっかしですから、ね、でそれでちゃんと教えないといけないんで、もう 何回も教えないと分かんないということですから。ただそれやると非常に周りは動きますけどね、いいことですけどね、労働が激しいですね。で今言った私の言ったことは、とにかく行政を正しくしたり、やってるそのやり方図面ね、これを例えば分かって見つかって伝えるときには口で言っちゃうボツになりますよと、ダメ、台無しになっちゃうんですね。できる人だけにやらせないといけないんです。そのために文章だけにしか通達することできません。そうすると良くなるんですね。言っちゃいけないんです。話したらダメですね。話してもダメですね。一般の人にも伝わるから、できない人まで伝わってダメにしちゃうからということなんですね。だから、文章をちゃんと読める人というのは ちゃんとしたやっぱり知能がありますからね。村の住んでる人たちの中でね、全部いないわけですよ。半分はいないんですよ。だからちゃんと読める人はね、だから